九州産業大学からカープに入団した中村貴寛選手。新井監督が名前にスター性を感じると語った逸材は、3月24日ウエスタンリーグ地元開幕戦で5打数5安打をマーク。さらにここまでチームトップタイの34試合に出場し、打率2割7分6厘、ホームラン3本を放つなどアピールを続けていました。練習終わってから、はい、スタッフルームに呼ばれてって感じです。最初なんか首脳陣がみんなふざけてたんで、なんかやらかしたかなと思ってたんですけど、そういうことでした。2軍で毎日、まあ、結果残すことだけを、まあ、意識してやってきたので、まあ、その気持ちを忘れずに、まあ、活躍できるように頑張りたいと思います。